2022年も宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。詳細は概要欄です。不動産大学のチャンネルが雑誌で紹介されました。へーん。ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。私の初著書、多行に覚えて絶対に忘れない紙一枚勉強法、もう少しでですね発売なんですけれども、それに先立ってですね、視聴者さんからですね、不動産大学のことがですね雑誌に載ってましたということをですね聞きまして、これですねどの雑誌なんだろうと思ってですね、いろいろ調べていたところですね、コメント欄の方にですね、実際にどの雑誌かっていうのを教えてくださった方がいらっしゃいました。ズバリですね、こちらでございます。はい、週刊東洋経済、こちらの方にですね不動産大学が紹介されているということをですね教えてくださいました。私早速ですね、そのコメントを見た瞬間にですね、回れ右をしてですね本屋に行きまして、早速ですねこちらの週刊東洋経済さんですね購入させていただきました。ちょうどですねこれ資格の特集をやってるんですね。40代50代からの資格、自分の価値を高めていく検定、これですねもう資格の特集を教えるですね号だったんですね。それで、まあ、人気講師や合格者が教える資格の最強学習法ということでですね、まさにですねなんか不動産大学の匂いがプンプンするような感じのですね、タイトルになってるんですけども、この中でですね YouTube で資格試験対策っていう、まあ、コーナーがあったんですね。そこで、まあ、いくつかですね YouTube で資格の動画をやってるチャンネルを紹介されてるんですけど、この中でですねここにですね不動産大学が思いっきり載ってるんでございます。私の作ったサムネイルがですねそのまま使われておりました。ありがとうございます。 もっとですね事前に言っていただければ取材にお答えしたんですけどもですね、もし機会があればですねぜひ取材してください。ちなみにですねこれ取り上げられたのがですね、なんと意外なことにですねメインチャンネルの方じゃなくてですねサブチャンネルの方が取り上げられてるんですね。これよく見るとこれはですね不動産大学セカンドの賃貸不動産経営管理士部の方ですね、こちらが紹介されておりました。不動産経営資格で有名な田名田行政書士の不動産大学の賃貸不動産経営管理士に特化したサブチャンネル、田名田行政書士の迫力トークで知識が自然にインプットされていく、まあ、ありがとうございます。もう素晴らしくですね宣伝してくださって本当にありがとうございます。まあですね賃貸不動産経営管理士部の方もですね徐々にまた更新していきたいと思っておりますので、そちらの方もですねぜひ入部をお願いいたします。もうこっち部活動の方がですねもう週刊誌でもう紹介されておりますので、皆さんぜひまだ入部されてない方ですねぜひ入部してください。こちらの方はですねちょっとこのメインチャンネルの方とはちょっとテイスト違った形でですねやっていきたいと思っておりますので、もうちょっとゆっくり喋ってますので、もしそういったの方がですねお好みだという方はぜひそちらの方を登録してみてください。ということでですね、今日ちょっとお話しさせていただこうかなと思ったのは、不動産業界に就職転職してですね最初に結構戸惑うことがあるのはやっぱりですね修繕のトラブルなんですね。これはどうしても場数を踏まないとですねどういう風に解決したらいいのかっていうポイントが分かってこないのであたふたしやすいんですけれども、中でもですね特に注意をしていただきたいのが水漏れなんです。アパートとかマンションといえばですね水漏れがとにかく多いんです。まあ、よくあるんですね。まあ、管理個数が例えば1000個あるとすればですね、だいたい毎月どこかしらでですね雨漏りや水漏れが起きるんです。で、水漏れっていうのはですねやっぱり何が怖いかというと、どうしても被害が大きいんですね。甚大になりやすいんです。で、気をつけないとですねいろんなところからトラブルになってしまうので、そこのところをですねどういうふうに回避していったらいいのかということをですね、実際にあった事例をもとにですね私の方でポイントを解説していきたいと思います。今からお話しするのはですね実際に分譲マンションであった水漏れの例なんですけども、ある分譲マンションのですね201号室から101号室に水漏れが発生しました。で、これはですね水漏れの発生した原因というのが201号室のですね洗濯機置き場の排水が漏れて101号室の方にですね漏れていったと。で、それによって101号室のですねまず天井の壁紙やられましたね。全部天井の壁紙はですねもうブカブカになるぐらい濡れてしまって、でさらにそこからさらに下に漏れてきて、ちょうど運悪くですねその下のところにベッドとかですね布団とか全部置いてあったところに直撃しちゃったんですね。で、そこは全部ダメになっちゃったということですね。あとパソコンとかですねそういう電気機器なんかもそういうところに置いてあったのは全部ダメになっちゃったみたいです。結局ですね洗濯機置き場からですね排水で水漏れてですねちょこちょこ起きたりしやすいんですけども、これ起きるとですね何がまずいかっていうと、かなりの量が下に漏れてきます。洗濯機ってですね使ってる水の量が非常に多いので、あそこの排水がですねちゃんと接続されてなかったりとかすると全部下に漏れてっちゃいます。なのでそこのところはですね非常に注意が必要でございます。こうなってきた場合にですね、これ分譲マンションの話なんですけども、例えばアパートであればですね201号室も101号室も大家さんが同じなんでいいんですけども、分譲マンションの場合ってですね201と101って大家さんが違うんですよ。まあ、もちろん住んでらっしゃる方も違いますけど、そうなってくるとですね誰がどういう風にお金を払うことになるのかっていうところですね必ず頭の中に入れといてほしいんです。洗濯機の排水ミスで下の方に水が漏れてった場合っていうのは、まず一義的にはですね入居者側ですね201号室の賃借人の回数という形になります。で、こういう場合にですね使う保険というのは201号
号室の方が入居するときに入った火災保険、まあ、総合保険ですね、これを適用して下の階の方のですね被害を復旧する形になります。例えば下の部屋の方の家財とかですね、あとは天井の壁紙とか、そういったところを全部ですね、その入居者の方の保険を使って復旧をするという形になるのが、まあ、第一義的には基本です。ただですね、この場合、まあ、頭に入れておいていただきたいのは、まあ、もちろんそれが第一義的な行動になるんですけども、下の階101号室の方もですね保険入ってるんですね。なのでどっちの部屋も保険入ってるんですけども、上の方の保険を使った場合というのは、下の方の家財が保証されるのはですね、基本的にはもう原価償却された後の価格で、保証されるという形になってきますので、例えばですね、下の方が使っていたパソコンっていうのが最新型のものじゃなくてですね、もう何年か型落ちしているような形のパソコンだった場合に関しては、その型落ちしたぐらいの値段でしか保証がされないということです。簡単に言うとですね、要するにもう一回それを購入するときに必要な価格、再調達価格はですね、そのまま保証されるわけじゃないということです。まあ、こういう話をするとですね、下の部屋の方が納得しないとかって言ってくることよくあるんですけども、こういう場合どうするかというと、下の部屋の方が入っている保険を使ってもらうんです。そうすると自分自身でかけている保険で家財を保証してもらう場合っていうのはですね、そのままですね新しいものを購入する価格が保証されますので、要するに被害者自身の保険を使った方が降りる保険金の額が大きいということでございます。なので、まあ、そういうお話をして、下の階の方はですね自分の保険を使ってくださいっていう方向で誘導することの方が多いと思います。これはですね、上の階の保険会社からもそういう風に指摘されます。大体そういうパターンが多いです。これをまず一つ頭に入れておくということですね。で、あとは水漏れの場合にですね注意しなければいけないのが、これ例えばですね、よくあるのが、こう洗濯機置き場の排水から水漏れをしたパターンでですね、例えば洗濯パンとかに問題があるケースってたまにあるんですね。例えば洗濯パンで、よくあるじゃん、洗濯機置き場に置いてある洗濯パンの自体が例えばひび割れていたとかですね、ちゃんと設置がされていなかった、そのせいで下に排水が漏れたという形になってくると、今度はですね、これ賃借人の過失じゃなくて大家さんの責任というふうになってくる可能性があるんです。これあくまで可能性の問題です。可能性があるんです。そうなってくるとどうなるかというと、201号室の賃借人の方が入っている保険が適用できないということになります。なぜかというと、その賃借人の方に過失がない以上、その方の保険は使えないんですね。となってくると、じゃあどういうふうに誰が賠償するのかというと、大家さん自身が賠償しなきゃいけなくなるということなんですね。だからこういうパターンも稀にありますので、何を言いたいかというとですね、これ水漏れが起きた時にですね、まず201号室の大家さんにまず連絡をするじゃないですか。水漏れが発生しました、下の階に水が漏れてますというふうに報告をすると思うんですけど、この時にですね、中途半端な保険の知識だけあると、大家さんからですね、どうするの、じゃあ誰がお金出してそれ下の階の家財とか保証するのっていうふうに大体質問されるんですけど、この時に、いや2階の方の賃借人の方保険入ってますんで大丈夫ですよ、安心してくださいみたいなですね、すごい適当な案内をする人いるんですけども、これ万が一ですね、保険が何らかの理由で効かないっていうふうに判断が下った場合というのは、大家さんが全部自腹でですねやる形になります。まあ、大家さん自身で何か保険入っていればそれを適用できる場合はあるんですけども、もし大家さんがですね保険何も入ってないという場合になってくると、全部自腹になります。そういう可能性もあり得るので、重要なのは最初の電話の段階で大家さんにはですね負担がないみたいなですね認識をさせるようなことは絶対に言わない方がいいです。これはですね、保険が適用できるかどうかっていうのは、ちゃんとですね水漏れの原因をちゃんと調べていかないとはっきり分かりませんので、これはですね、最初の段階では大家さんの方にはですね、今こういうことは起きてますけども、状況を確認しているので、ちょっと入居者の方保険入ってますけど、それは適用できるかどうかはこれから保険会社の方の判断をちょっと待つ形になりますぐらいな形で言っておいた方がいいです。最初の電話でいきなりですね、保険適用できますから大丈夫ですって安心させようとする営業マンいるんですけど、これは非常に危険でございます。一回安心させてしまうとですね、そこからですね突き落とすと大体トラブルというかですね、話がうまく進まなくなりますんで、そこのところはですね絶対注意した方がいいと思います。私もですね、実際に経験した事例でですね、洗濯パンが割れてた事例あります。そうなってくるとですね、いつの時点で割れていたのかとかですね、そういうところも問題になる場合がありますので、十分ご注意ください。結局こういうふうに水漏れの場合というのはですね、とにかく早く復旧しないといけないんですね。特に101号室の方に迷惑かかっているので、早く復旧しなければいけないので、どんどん業者を手配していきます。そうするとお金はどんどんかかるんですけども、保険がいくらまで適用できるかどうかっていう判断がですね、出ないうちにどんどんやっていかなければいけないので、誰がどういうふうに負担になるかもしれないっていうところは、ある程度ですね、手配をしている営業マンがちゃんと把握をして、で、大家さんにちゃんと説明して報告をしておかないと、後からですね全額大家さん負担でしたなんて言うとですね、ものすごい切り入れられることがありますんで、そこに関してはですね十分ご注意ください。安易なことは言わない方がいいです。チャンネル登録よろしくお願いしますということでですね、私も実際ですね、この洗濯機置き場からのですね、排水のによる漏水っていうのはですね、私今まで何回も経験したことあるんですけども、ぜひ覚えておいていただきたいのがですね、結構調べていくとよくあるのが、この洗濯パンにですね、サイズの合わない洗濯機を設置する入居者が時々いるんです。
これですね、意外と入居者は黙ってて言わないんですよ。なんかバレると怒られると思ってですね、言わない人いるんです。これワンルームのですね、洗濯パンで大きさ大体決まってるんですけども、たまにですね、そのサイズをちゃんと測らずに電気屋さんでですね、結構大きいですね、ドラムロール式の洗濯機とかを買ってしまう入居者の方がいるんです。で、洗濯機届くじゃないですか。届いてそこに設置しようとした時に、あれ、やばい、ちょっと洗濯パンとサイズ合わないってなることは結構あるんですけども、結構それをですね、無理やり置いちゃう入居者いるんですよ。ちゃんとね、洗濯機の設置業者とかが来てやる場合もあるんですけども、そうじゃない場合なんかですね、自分で設置しようとする方なんか時々いるんですけど、そういう場合に洗濯パンのサイズが合っていないのにですね、無理やりこうやって乗せるとですね、こう洗濯パンの縁とかにですね、足を無理やり乗っけなきゃいけなかったりする。したりするんですよ。変な風に設置しないと置けなかったりするんで、そういう置き方をするとですね、どうしても洗濯パンがですね、こう割れたりとかですね、あと排水が接続がうまくいかなくなったりとかですね、そういうことがちょこちょこあります。なのでなんか水漏れとか、そういう排水の水漏れが発生した場合に関しては必ずですね、現場の写真を撮って送ってもらった方がいいです。意外とですね、そういう理由で水が漏れてる可能性が大体あったりしますので、ぜひですね、確認をしておいてもらった方がいいと思います。ということで、また明日。できる明日の世界へと。